。お刺身さん、クッキーありがとうございます。ガウさん、ロリポップありがとうございます。すごい、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ待ってくれ、あーなんかすごいんだけど、かわいいピンク、やばいやばい待ってアミューさん、こんばんは。かわいいマーマーがかわいいリブみんなハッピーバレンタイン、イエーイ。ちょっと待って、カズーさん、ロリポップありがとうございます。しんいちさん、こんばんは。ヨトさん、パボロリポップありがとうございます。みんなありがとう、たくさん。鈴人さん、ヨトさん、クッキーありがとうございます。プラムさん、こんばんは。しんいちさん、流れ星ありがとうございます。カンさん、ロリポップありがとうございます。ポコさん、こんばんは。ガウさん、鈴人さん、ハートありがとうございます。しんいちさん、だるまありがとうございます。ヨットさん、こんばんは。ポコさん、ロリポップとポポロリポップありがとうございます。ガウさん、クッキーありがとうございます。今日は茶色いものを食べる日だと聞いて角煮を作る、わっ美味しそう、最高じゃん。角煮いいね。思い人にちょっと全然ちょっと後でね見せるね。一応ね調理はしたよということで。カイトさん、こんばんは。タケさん、ドリーマーさん、ロリポップありがとうございます。新一さん、音符ありがとうございます。 BPM188 さん、あ、チョコおしいさんになってる名前が。総一さん、こんばんは。みんなありがとう。ポコさん、ハートありがとうございます。よいしょ。カイタさん、流れ星ありがとうございます。あ、読んだなタオルリボンの高平さん、クッキーありがとうございます。ヨッタさん、パワロリポップありがとうございます。カイタさん、ハートありがとうございます。カズさん、こんばんは。ヨッタさん、クッキーありがとうございます。長尾さん、タオルリボンの高平さん、ポポロリポップありがとうございます。番所さん、ロリポップありがとうございます。ミッチさん、こんばんは。はい、今日はねバレンタインということで、未来さん、こんばんは。皆さん、チョコ食べましたか？どうですか？私はですね、今日で実家最後なの。明日帰るんですけど、ヨッタさん、ロリポップありがとうございます。そう、明日帰るのね、アパートに。ケースケさん、こんばんは。そうだから、なんだっけ、あれをしようと思って、ちょっと待ってね、違うんだよ、これじゃないんだよ。ちょっとご飯を作ろうと思って、今日はねバレンタイン仕様の、じゃじゃーん、見てこれ、ハンバーグ。どう？なんかハート型にしたつもりだったんだけど、なんか焼き上がったらあんまりハートに見えなくて、あのケチャップで目の錯覚に してしまいました。いいでしょう。いいでしょう。そう、今日私が作ったやつ、わかる？ハート上手に描けた。いいでしょう。そうで、あとちょっと待って、もう一枚見せたい。あ、違う、これか。あと、じゃじゃーん。そう、実家でクッキング珍しいでしょ。そう、なんかね、パパとママにね、ずっと作って作ってって言われてたの、私がハンバーグ作りすぎて。そう、やっと作った。そう、パイにしました。これはいちごのパイです。このいちごの下になんかチョコ、あの湯煎で溶かしたチョコソースが入ってて、そう、いいでしょう。超簡単、凝ってる風に見えるけど超簡単もう30分ぐらいでパパッとやりました。そう、これはねパパとママに2個ずつあげて、あと明日おじいちゃんおばあちゃんにも渡そうかなと思ってます。そう、パイ生地だけとりあえず焼いて、ソースはちょっと直前に入れた方が美味しいので、また明日作ります。まあ、チョコを普通に湯煎しただけなんで、別に作るというか溶かすだけなんだけど、そう、
いいでしょ。今年のバレンタインはこんな感じでございました。まあ私もさっきちょっとパイ生地ね、あ生地じゃないよ全然、パイシート、パイ生地パイシートみたいな、あのねスーパーとかに売ってるんですよ、冷凍食品コーナーみたいなところに冷凍のパイシートが売ってるので、それをね四角に切ってちょっとこう切り込み入れてとかってやってるだけなの。だからめちゃくちゃ簡単。そうそういいでしょ。だけどね凝ってるように見えるからね、おすすめ。普通にねキッシュとかも多分焼けるんじゃないこれ。そうパパにも渡したりとかしましたね。で明日おじいちゃんおばあちゃんに渡してこようと思います。はい、ということで通常配信に戻ります。そう、そんな感じでございました。ちょっと待ってね、どこでしょうか。伊賀の藤丸さん、とことこさん、ひろひろしさん、こんばんは。天使さん、こんばんは。ハートありがとうございます。けいすけさん、ポボロリポップありがとうございます。伊賀の藤丸さん、ポボロリポップありがとうございます。ひろひろしさん、クッキーありがとうございます。天使さんもクッキーありがとうございます。ドラゴンさん、こんばんは。ドリーマーさん、ハートありがとうございます。休憩室にアルファベットチョコは山盛りなさ、うわいいね、そういうのの方が気兼ねなく食べられていいよね。バンフィーさん、レインボースターとポボロリポップとロリポップありがとうございます。ヘモチスターさん、こんばんは。トコトコさん、ロリポップありがとうございます。わー、県外出張中間お疲れ様です。今日はあったかかったのかな、今日新潟もすごいあったかかった。バンフィーさん、ロリポップありがとうございます。うなんさん、こんばんは。まーちゃん、お料理上手、え嬉しい。上手ではないかもだけど、でも好きだから嬉しい。バンフィーさん、クッキーありがとうございます。トコトコさん、深夜帯132人目、ありがとうございます。イエイイエイイエイ。豆の目さん、ハートありがとうございます。天ヶ崎さん、こんばんは。新一さん、グッドありがとうございます。助平さん、こんばんは。カズーさん、クッキーありがとうございます。そうパパも美味しいって言ってくれてよかった。羽鳥さん、ナナシさん、こんばんは。クライスさん、こんばんは。あそうそう、形はそう自分で作った、普通に四角のまま売ってて、それを4等分くらいに切って、でその4つに分けたうちの1つを三角に折ってこうなるじゃん。そしたらこことここに切り込みを入れるのなんだけど、こうここの角のところにさ、こうなんていうの、角のところはその切り込みの線がこうつながらないようにちょっとこうやって開けてさ、ハの字みたいな感じにして切るのよ。で切り込み入れます。で開くとなんて言えばいいの、ハの字にしたところはつながってるじゃん、全部ザクって切ってないから。で今この向きで四角をこうして半分にこれをこうやって折ったらこうなるじゃん。でここにハの字に切り込みを入れて、で開くとこういう形になるでしょ、こうなるじゃん。でここの角は切れてるから、もともとだからこれをこう交差してるだけみたいな。伝わるかな、伝わんないよね、難しいよね、私の説明が下手くそすぎ。たけさん、ロリポップとクッキーありがとうございます。けんさん、こんばんは。今日の夕飯は生チョコタルトとサラダ、バランスも食べ合わせもおかしいなでもあれ、この間作ったやつではなくてまた作ったのかな。いいなー、美味しそう。つんにゃーさん、ロリポップありがとうございます。みみーさん、こんばんは。鈴人さん、ハートありがとうございます。つんにゃーさん、クッキーありがとうございます。けんさん、クッキーと流れ星ありがとうございます。チョコ美味しいよね、私も結構チョコ食べちゃうな日常的に。あでもね、家族でこの間伊勢丹のショコラモードで買ってきたロイズのチョコがけポテチを食べた。ハットさん、ハッピーアイスクリームさん、こんばんは。ケンさん、ヒデさん、ロリポップありがとうございます。ヒデさん、こんばんは。ミッミーさん、クッキーありがとうございます。ケンさん、ポボロリポップありがとうございます。七久山六辺さん、ノムさん、沼さん、こんばんは。慎太郎さん、ロリポップありがとうございます。あとクッキーもありがとうございます。豆の目さん、ハートありがとうございます。
慎太郎さんもハートありがとうございます。リコちゃんこんばんは、ポポロリポップありがとうございます。慎太郎さんロリポップとポポロリポップありがとうございます。ビンシラさん、レックスさんこんばんは。バレンタインなんでお酒飲みますね。いいねいいねいいね、いいじゃん。今日はどんなお酒ですか？ワインとか。ニーニーさんこんばんは。この間のやつ半分は姉家族にプレゼントして、今日ようやく自分の分だ。あーそういうことね、素晴らしい、いいな。タルトとかすごくない？あ、伝わった、よかった。そうそう、あのね本当に簡単です。結構そうで、パイ生地普通にその切り込み入れて、あの形に折り込んで、で、なんていうの、いちごが乗ってるところ以外周りのところに卵液を塗って、あれね、黄身だけ、卵黄だけにして、白身分けて卵黄だけをこう抽出して、ちょっとだけ水足して混ぜて塗ったって感じかな。石川山ロッペンさん、クッキーありがとうございます。しばらくチョコやらない。そうだよね。そう、まあもうさ、最近あんまり甘いのをさ連続でというか、いっぱい一気にいっぱい食べられなくなっちゃって、そうだからちょっとで良くなっちゃったって感じ。だんだん食べられなくなんだよね。としのりさんこんばんは、ポポロリポップありがとうございます。ハイボールいいね、ハイボールいいねとか言って飲めないけど、いいよね。なんかハイボールでとかさ、生とかって言ったらもう大人だなって感じする。ナムさん、沼さん、ポポロリポップありがとうございます。としのりさん、流れ星ありがとうございます。お父さんこんばんは、クッキーありがとうございます。そう、ロイズ美味しいよね。そう、大好き。なんだっけ、あれショコラモードの時とか北海道店の時とかはだいたい伊勢丹にね売ってるんですよ、ロイズのあのチョコポテチ。だから結構毎回買う。のむさん、沼さん、深夜帯133人目、ありがとうございます。みやさんこんばんは。今日は恒例のハートの煮込みハンバーグ。待って、ちょっと待って、ね、煮込んでないけど、ちょっと煮込んでないけど、ちょっとさ見て、まあもう今日作ったんだから、見てたかな、ちょっと見て、これ今日マウが家族に作ったやつ、もうほぼ一緒じゃない？ビターチョコの塊2キロ、すごくない？チョコ2キロってどんなもんなん？でもビターだからそんなしつこくないのかな。いやでも重いか。パイの下のチョコも、あのね、は普通の明治だっけ、あ違う、ガーナの赤いチョコ。むっちゃんこんばんは、ドンテンさん、ボイドさんこんばんは、ヒロくんこんばんは。あ、アカウント新しくしましたって、ありがとう、ご報告。そう、いいね。豆の目さんハートありがとうございます。形じゃん。そう、本当はね、あのハンバーグだけでそのハートを完結させようと思ったんだけどね、なんかちょっとあの形を作った時と、なんだっけ、焼き上がりがちょっとなんかうんって感じになっちゃって、違うくてイメージが。そうだからちょっと やめときました。はい、ケチャップでなんとかしました。タムヒロさん、ポポロリポップありがとうございます。リカ太郎さんこんばんは。ハンバーグの誰か一つの中にチョコ減れてなかったかな、ギリ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 。マックスとき315号さん、クッキーありがとうございます。ヘムチスターさん、ロリポップありがとうございます。焼くと膨らむからハート、そうなのよ、そうそう、本当にそう、あれって感じだった。なんかさ、焼く前は結構いい感じのハートに見えてたんだけど、ありゃりゃってなっちゃった。まあ結果ハートだからいいよねみたいな。チーズハンバーグにしようとしてたのに、食べ終わってしばらくしてからチーズのせ忘れた。でもあるあるじゃない、それも。めっちゃわかる。
なんかさ、そういうのってさ、食べ終わってから気づくんだよね、不思議なことに。ヘモチスターさん、ロリポップありがとうございます。ヒロシンさん、こんばんは。ヘモチスターさん、ポボロリポップありがとうございます。リカ太郎さん、クッキーありがとうございます。チーズを無駄にかなんか使えるといいけどね。ヒロシンさん、ポボロリポップありがとうございます。そうなんだよね、わかる。なんか冷蔵庫の中の引き出しみたいなところに入れとくとさ、わかんないじゃん、見えないし、すぐは。そうだから、それでなんか全然違うことしようとして、その引き出し開けた時にあってなるみたいな、あるある、マジあるある。そう、ハッピーバレンタインですよね、今日はね。ねえ、なんかいいな。とりあえず明日分も残ってるから明日のせ、あ、ね、いいじゃん、今日は載せてないバージョン、明日は載せてるバージョン、きっとどっちも美味しい。ディアさん、秋休みさん、こんばんは。ハクロウさん、こんばんは。クッキーありがとうございます。そう、チーズ余った時、うんうんうん、あ、確かに。てかさ、もう焼いたハンバーグを型抜いちゃうとかね、形崩れるかな。バレンタインなんですが、バラの花束とかもらったら持って帰るのめんどくさい。え、それはさ、大きさによるんじゃない？石川県にさん、こんばんは。けいちゃん、こんばんは。ハンバーガーママに教わってつなげとくはず、いや、なんか1回くらいは聞いたことあるかもしれないけど、なんかあんまりなんかそんな隣で教わってとかはないかも。なんだっけ、ハンバーグ作りたいってなって、自分で、そうで、何入れてるは聞いたかも。だけどなんか一緒に作ってみたいなのはないかな、多分。え、だよね、完成後の型抜き崩れるよね。うん、まあ錯覚でなんとかしましょう、今日みたいに。ディアさん、深夜帯134人目、ありがとうございます。イエーイ。博士やたろさん、こんばんは。あ、12本くらいならいいんじゃない、持ち帰りやすいでしょ、むしろ。ガードマンさん、アルファーさん、こんばんは。博士や太郎さん、クッキーありがとうございます。天使で分け前さん、こんばんは。ロリポップありがとうございます。マイマスさん、こんばんは。セイバラの赤 T さん、こんばんは。ロリポップありがとうございます。アランさん、こんばんは。ハンバーガー、ケチャップと、今日はケチャップ、私がね、なんだっけ、ハートにしたいからって言ってケチャップにしたけど、いつもはバターと、ケチャップとソースを混ぜて、ハンバーグも焼いたフライパンでね、そのまま、そう、ハンバーグ全部出したらバター入れて、ケチャップ入れて、ソースちょっと足して、で、なんかデミグラスソース風みたいな感じにして、それをかけるか、まあ、ハンバーグそのまま和えちゃうかみたいな感じにしてます。ハンバーグ作るとき、ナツメグを入れる、いやー、入れないかな、普段。ああ、じゃあきっと持って帰ってるって思っとくか、事務所に飾ってくれてもいいけど。うん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 、なるほどね、そういうことか。そうそう、肉汁をね、そのままみたいな。そうで、バター入れるとね、すごい香りが良くて美味しいですよ、おすすめ。洗い物も少ないし、ハンバーグなんてさ、フライパン1個でできるからね。玉ねぎ炒めるにしてもさ、そう、まず玉ねぎ炒めてってやれば全然。目白さん、こんばんは。ポボロリポップとロリポップクッキーありがとうございます。そう、簡単ですから。
すぐ作れちゃう。そう、だからさっきのハートのやつとを3人分と、あと、はい、あれここで冷凍しておく分、パパとママの分1個ずつと、あと明日のパパのお弁当に入りそうなぐらいの大きさのハンバーグを2つ作りました。そう、だからパパは明日それを持っていくらしい、お弁当に。のりすけさんこんばんは。バター入れてコクを出すとか高みすぎる、本当に。いやいや、全然そんな、それはね、ママから教えてもらった。そう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 、それだと簡単にソースできるよって教えてもらって、そう、それでやってるから。高平さんこんばんは。のりすけさんロリポップありがとうございます。ママの冷凍ハンバーガーどこでつなげてますか？そんなお金出して買うほどのものじゃないよ、全然。そうそうそう、でもガチで簡単。高弘さんクッキーありがとうございます。そう、なんかでも久しぶり、まあね、パイでさ、すごい簡単とはいえ、なんか久しぶりにオーブンレンジ使ってさなんかお菓子とか作っちゃったらすごい楽しくて、やっぱいいなって思った。パパお弁当持って、そう、お弁当持ってってます。パパはそう、自分で作ってる。うち昔からお弁当各自派なので、か、まあ、各自ってか私は作ってもらってたけどね、私は作ってもらってたけど、そう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 、親は各自って感じなので。面白いでしょ。高弘さんポポロリポップありがとうございます。のりすけさんポポロリポップありがとうございます。そう、パパもね、すごい美味しいって言ってくれた、よかったと思って、これでいつでもお嫁に行けるねって言われた。嫌味ですガチ嫌味。森蔵さんこんばんは。さすがに価値があるから冷凍のおじやしのふるさとのおじやウケるんだけど、絶対いらんだろう。ピンシラさんポボロリポップとロリポップありがとうございます。絶対にいらないんだけど。そういえばお弁当は祖母か自分だったから、母の作ったお弁当食べたこと、あ、そうなの？そっかそっか。なんかでもあれだよね、いろんな家庭がありますよねそれは。予定通りチョコもらうことはなんか大丈夫、まあもうあげる人いなかったから。ドリーマーさんポボロリポップありがとうございます。この前パパもタコ飯作ってたし、ご家族みんな料理する？うん、うち割とするかも。ママが結構ね、簡単にできるけど美味しいみたいな、簡単サクッと料理みたいなやつを結構パパッと作るのが得意で、パパもね割といろいろ作ってくれる。なんか昨日パパの生姜焼きを久しぶりに食べて、ほんと数年ぶりとかに食べてすっごい美味しかった。パパの生姜焼きが一番好き。でもね、なんかね、みんなって、なんていうの？世間一般の生姜焼きと全然違うんだけど、そう、でもすごい美味しくて、帰ってきたなーっていう感じがした。それを食べたら、パパの味って感じで。すごく美味しかったし、あとはママが作ったレンコンのきんぴらを食べたりとか、もう最高ですね。パパとママの料理が一番美味しいよ、結果的に。この勢いだとこの顔、いやーもうさ、突っ走りすぎだよね、そんなのね。なんかそれ系はおばあちゃんの方が言ってくるな。ひ孫が早く見たい。え、相手もいないのにって言って。言葉と本心は真逆。ね、そうだからママも言った。それで本当にお嫁に行ったら泣くでしょ、絶対。とか言って。言ったけど、え、そうなのかなって言ってた。絶対寂しいよね。鹿尾さんこんばんは。あたるさんこんばんは。ポポロリポップありがとうございます。給食はハートのコロッケ、めっちゃ可愛いね。そんなのあるんだ、
いいな。そう、パパ割と家事できますね。いや、生姜は入ってるんだけど、なんか、え、なんだろう、なんかね、もやしと豚肉とみたいな感じ。昨日はしめじが入ってたけど、そうそう。カピおじさんこんばんは、ロリポップありがとうございます。そうそうそう、そんな感じでしたね今日は。イーストさんこんばんは、カピおじさん、クッキーとロリポップありがとうございます。パパを泣かせないように彼氏が違うんだよ、違うんだよ、違うんだよ、欲しくてもできないんだよ。イーストさんロリポップありがとうございます。何なの、何このバレンタインにさ寂しく実家にいるって、どういうこと。一人じゃないだけマシか。マシ初めて。そうでしょう、そうそう、あんまりそう付き合わせなくて、そう混ざってる家庭の味。なんかさ、生姜焼きってなんか結構ドロッとしてるイメージなんだけど、そうでもなんか全然そんな感じじゃなくて、あれ何が入ってんだろう、何が入ってるっていうか、何が他のと違うんだろう。でもさ、マウはさそれで育ってるから、それが生姜焼きで育ってるから、むしろあの一般的な生姜焼きを見た時になんだこれはつんちゃんこんばんは、ほぼロリポップありがとうございます。バレンタインに一人で豚キムチ食べたら全然悪くない、最高じゃん。豚キムチって美味しいよね。うちはね共働きです。そう、共働きでございます。そうそう、うちのはやたらとしょっぱい生姜焼き。えいじゃん、ご飯のお供に最高じゃない。そう、なんかでもパパは後からキムチ足してもいいようにちょっとあの味薄めに今回は作ったって言ってた。マウはキムチ入れて食べてないけど、でも美味しかった。で今日昨日そのキムチが入ってないやつを食べたんだけど、今日はパパはキムチ入れて食べてたね。それはそれで美味しそうだったけど。よしさんこんばんは。あ、そう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 、だからね家事分担制なのうち。そう、もとゆきさんこんばんは。うわー美味しそう、ちょっと生姜焼きはリンゴと生姜とタレに漬け込んで、めっちゃ美味しそう。え、それがさ多分一般的なやつに近いんじゃない。めっちゃ美味しそうなんだけど、え、本当食べたい待ってね、本当にさレストランマジレストランかな。ママとパパと俺で家事分担でそのママの仕事なくなる系のやつじゃん。やったね、イエーイ。4人でね、めっちゃ美味しそう。だってさ別にさ完成形見てないのにさ、この文字で美味しそうって思えるのすごくない。あ、私が邪魔なのかもしかして。なぜバレンタインに生姜焼きの味、え、なんだっけ、なんかさっきその話になったよね急に。ファンタンさん、ポボロリポップありがとうございます。ママも結婚するなら家事分担をしてくれ。え、でも私別に家事嫌いじゃないから。あ、そうそう、昨日食べたって話からそうなった、そうなったけど、そう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 、私別に家事嫌いじゃないから全然いいけど、やるけど、あのなんかちょっとの気遣いとかをしてくれる人がいいな。なんかご飯食べ終わって、あのじゃあシンクに置くってなったら水につけといてくれるとかさ、最終私がやるってなってもってことね。そう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 、でなってもあの水につけておいてくれるとか。ゆかさんこんばんは。
ですかね。あとだから私が洗濯干してる間に取り込んだやつ畳んどいてくれるとか、それくらいでいいです別に。あのはい、だし専業主婦とかでいさせてくれるんだったら全部やりますよ、もちろん。そんなのはそれは私の仕事ですから。共働きとかの場合はまあ、あの一緒にやりましょうにょかさんこんばんは。そうちょっとじゃあ待って、さっきいなかった人もいるからちょっと定期的、あ間違えた、これ何、定期的に見せていこう。はい、これは今日私が作ったハンバーグでーす。そうパパとママと私で食べました。美味しそうでしょ。そしてそして、こちらが、今年のバレンタインでございます。はい、スーパーとかに売ってるね、冷凍になってるパイシートを切って、で形も作って、パイ生地だけ焼いて、あのこのいちごのね下にチョコソース、まあ普通に湯煎してチョコ溶かしてちょっと牛乳足してみたいなチョコソースを入れて、その上にあの切ったいちごを乗せました。いちごチョコパイになっております。はい、ちょいちょい自慢させてくださいということで、はい、私の顔です。作ったのは2個じゃないよ、8個作ったかな。そう、2枚パイシートが入ってて4等分したから1枚ずつ、そうだから8個できましたね。いいでしょ。てちてちさん、おばかさん、こんばんは。分担するなら片付け担当。あーなるほどね、作るのは苦手。うん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 、家事も仕事も全部やるからそんなそんなニートじゃん。美味しそう、上手って。みんなみんな優しいね。みんなも定期的に感想言ってくれんの。畳むの家事の中で一番苦手。あ、もうそしたらできることをやってもらったらいいじゃないですか。そう、できる人ができるところをやればいいと思うよ。鹿尾さんこんばんは。てちてちさんハート、ありがとうございます。よく見るとハンバーグにハートが担当力だった。優しいね。そうなのよ、やるのが当然って。そうそう、やってもらって当たり前と思わなければいいと思います。焼く前にいちごのっけたらどうなるんだって。どうなるかな、ちょっと水分飛ぶんじゃないか、やっぱ。あ、テイチテイチさんハートありがとう。そうそうそう、そうなのだ。ひろのりさんこんばんは。いちゃおちゃさんこんばんは。ちかおさんロリポップありがとうございます。森蔵さんポボロリポップありがとうございます。いいバレンタインでした。ま、食べてくれる人がいてよかったよ、かろうじて。ファンタンさんクッキーありがとうございます。ポン吉さんこんばんは。ねー、そうだよ、あげる人もいなくてとか、作っても一人で食べるしかなくてとかだったら全然いい。何もしないでソファーで寝転んで飯振ろうっていう人使う。そんな人は、そんな人は NG です。何もしません、そんなの。私いちさんこんばんは。ポボロリポップありがとうございます。森蔵さんロリポップ、ポボロリポップありがとうございます。ポン吉さんだるまありがとうございます。そうだよ、そうだよ。パパですか。そう、パパにチョコあげた。でもいっぱい作ったからママにもあげた。第3ロリポップありがとうございます。白いアルパカさんこんばんは。第3ポボロリポップありがとうございます。トキさんこんばんは。アルマジロさんこんばんは。クッキーありがとうございます。そうやそうや、元幸さんクッキー
ありがとうございます。ママもなんか作って、いやママは買ってた、ママは買ってました。現実にいるからね、そんな人ねー、信じられんガチで全部自分でやれって言っちゃう。まあ、いやだからあのそれは専業主婦限定ですよ。そう、私は自分が専業主婦だったら別にそれでもいいかなと思ってる。てか言われる前にやります、ちゃんと。だけどそれはちょっとね、共働きでそれはちょっとって感じですね。まあそれにしてもちょっとね、思いやりっていうか言い方があるじゃんと思います。よかさんクッキーありがとうございます。ときさんロリポップありがとうございます。こも豆腐さんこんばんは。そうそう、たまーになんか手伝ってくれたら嬉しいかなって感じ。でもさ、全部やったらやったでさ、お母さんみたいになったりするでしょ。それは難しいよね。ときさんパボロリポップありがとうございますね。えきよちゃんこんばんは。うわー、知り合いの旦那が共働きでも俺の方が稼いでるからって言ってたらしい。そしてうわーそれマジやー、なんなの、そんなこと言う。ラッケノさんこんばんは。ロリポップありがとうございます。 M163 さんこんばんは。うなんさんポポロリポップ、ロリポップありがとうございます。あーなるほどね、一人暮らしの生活に入り込んできたくらいの感覚。うん、でもそれでもいいかもしんないね、確かに。あーだからあんまりやってもらいたくない。なるほどね、そっかそっか。うわー、なんて素敵な、奥さんが専業だとしても手伝って家族の時間作りたい。ねえ何、ほら世の中にはこんな素敵な男性もいるんだよ。すごーい、なんて素敵な。あーなるほどね、手伝ってくれるのありがたいが仕事を休む。それもあるあるだよね。でもその気持ちが嬉しいものですよきっと。いつやさんこんばんは。奥さんと映画見たり今日の話したりゲームとかしたり。いやあのね、そう言ってくれる人ってなかなかいないんだよ本当に。仲いい夫婦だと一緒に家事やる人もいるし、あのもちまって旦那にやらせたくない奥さんも、うん確かに。それはでもね、まあ、各家庭によりませんね。いつやさんロリポップありがとうございます。キキさんこんばんは。うちの父母と二人暮らしになってから地味に家事レベル上げてる。そうなんだ、いいね。なんかあの何久しぶりに会ったら何かできるようになってたとかさ、いいね。まあ確かにね、こだわりある人いるからね。いつやさんクッキーありがとうございます。おー、一人暮らしが長かったから家事一般できる。うん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 、そうだよね。一人暮らししてる人とかさ、一人暮らし歴長い人はさ、まあね、だって自分でやらないとさ基本誰もやってくれる人いないじゃんね。だからそういう人多いかもしれないけど、あーね、物の置き場所、わーでもやだなそれ。それはそれで奥さんに脱げさせたいし高いブランド物買って許してもらいたいです。どういうこと。先日帰った時母と台所に立ってて驚いたけど微笑ましく、なんて微笑ましい、いいね、素敵だな。そう、一緒に暮らしてみるまで分かんないからさ、そうなんかね、同棲とか憧れるな。まず同棲の前にだよ。なんで同棲に憧れてんだよ私は。
いいなあ。あ、自衛官ね、出会わなくない？出会うのがむずくない？そう、まず。そう、そんなことない？伊賀さん、こんばんは。ね、同僚の、同僚のご両親は父上の方が食事全般を担ってて、ママのお立ち、へえ、いいね、料理男子だ。レストランとか電車の中の動き見てると一緒に暮らすとこうなるって分かる気がする。あ、相手がってこと？相手のレストランとか電車の中での動きを見てるとってことかな。あ、相手がね、うん、一人暮らしの時も料理、まあでもね、慣れだよね、料理は。そう、でもね、なんかあの苦手なことってあるから、それはほらね、得意な方がやればいいと思うけどな、まあは。飲み屋に入り浸ればいける。そうそうそう、どうなんですかね。でもさ、忙しそうじゃない？自衛官とかってね、思わない？会えなそう。自分のその他環境が自分の普通だから、それぞれ違う普通をすり合わせるのが大事場やね。わあ、ほんとそれね、ほんとそれな。いや、間違いないわ、ほんとにそれ。何？15年かもしれないから、なんかいろいろ忘れちゃうな。なるほど。あ、転勤も多い。あ、もうやだやだ、それは嫌だな、うん、会えないの嫌だ。ニックネームさん、こんばんは。ロリポップ、ありがとうございます。テチテチさん、ハート、ありがとうございます。うん、ちょっと嫌だな。トラヌコさん、こんばんは。会えないの寂しいです。あー、なるほどね。きっちりレシピ通りに作りたくなって逆に苦痛になっちゃった。センスでできる家事は好き。うん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 、わかる、わかるわかる。ヒコットキャットラミカさん、こんばんは。いやー、まあお金もさ、まあ生きていく上では大事だけどさ、でも寂しいよ。まあ、あんたは無理だから一人で生きていけばいいよ。辛辣。いとこが自衛官と結婚したけど子供と楽しんでてむしろ楽。え、なんかさ、めっちゃなんか自衛官エピ多くない？みんな。あ、転勤はある程度希望持った。あ、そうなんだ。あ、結構大きな会社。あ、なるほどね、そっか。まあでもついていきます、それだったらってなるけど。タラネコさん、ロリポップ、ありがとうございます。グフさん、こんばんは。バンブーさん、クッキー、ありがとうございます。こんばんは。私ね、結構あれだからついていきますよ、どこでも。遠距離とかきついな、めっちゃ会いたくなるもん、絶対に。え、なんで、どういうこと？ちょ、めっちゃおもろい。とりあえず海外行くからまあまあついてる。その概要をさ、教えてよ。概要を教えてだし、天ヶ崎さんはどういう意味、それ質問。まーさんはどんな佐藤健とか出川哲朗ですけど、どういうこと？その人たちのどういうシーンが好きかってこと。移動は通常で3年長くやられてもこない。うわー、きつ。雪国に、うわー、やだな。
雪国ガチやだな。電話とかでは、いや寂しいでしょそれは。いや電話さいいけどさ、うーん声聞いたら余計会いたくなりそうじゃない？いやそんなことない。あそういうことね。好みの男性を阻むな。いや難しい今の質問。あなるほどね。好みの男性、見た目ですか？見た目はもう完全希望ね。願望は私より背が15センチくらい高い人、15センチからって感じかな、15センチ以上高い人で、あとね目がなんかクリッとしてる人、なんかね塩顔ってよりかはちょっと醤油顔が好きかな。目がパチッとしてる人が好きで、あとなんだろう、でもそれぐらいかも。あとはまあなんか共通の趣味とかがあったら嬉しいかな。だから私だったら服が好きだから服が好きとか、そうそんな感じとかかな。あとはもう優しかったら何でもいいです。優しくて私のことを好きでいてくれたらそれでいいですって感じ。塩垣さんこんばんは。うわー若い頃結構いい仲になってた女の子と転勤を機会にする。うわーそれ切ないな。めっちゃ切ない。パパよりも背が高いのが、いやでも15センチだとパパより高くはないのよ。そう私161とか2とかだから、160、あ嘘嘘嘘、170、まあ175以上だな。私より15センチっていうか175以上だと嬉しいかな。でパパ177とかだから、えパパ目パッチリしてないから、パパはもう超塩顔一重だし、そうだからパパ顔は全然タイプじゃないんだけど。しおさんこんばんは。しがきさんクッキーとポポロリポップありがとうございます。ロリポップもありがとうございます。そういや阿部寛さんちょっと濃いかな。あれもソース、ソース顔。とりあえず海外でギター一本で侍行きなよって、待ってなんか昔エンタで見たな。あー会いたい派、うんうんうん、そうでしょ。ワンさんが今いるのは雪、そうだから雪国だから嫌なのよ。もう住みたくないの雪国には、一生。ガチで嫌。あれ178、確かに身長高いし目パッチリだね。確かに確かに174とかまあ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 誤差ですね、全然いい。うん、まあ、できれば175以上ってだけで。シューさんポポロリポップとロリポップありがとうございます。あ170、なんか結構高身長の方多い。そうそう170、そうだね。いやなんかその175以上ってのはなんでかっていうと、私やっぱまあ女子の中ではさ小さくないっていうか小さい方ではないんですよ。そうだからまあ身長がねちょっと気になるんですよ非常に。でもうなんかねちょっと底が厚くなってる靴とかさ、ちょっとヒールのある靴とか好きなんですよ。そう、だからなんかそういうのを履くときにちょっと気にしちゃうの。まあ自分の方がでかいまではいかないとしても、ちょっとこう並んじゃったら嫌だなとか。そうすごい、あそうじゃない、女の子の平均身長って多分157、8とかそれくらいだと思う。なんかたった3センチ4センチなんだけどね、全然違うのよ見た目が。博士太郎さんクッキーありがとうございます。ひでぼうさんこんばんは。エボシアがいい、いいです、住みたくない。もう雪が降んなかったらいいんだけどね、まだ。
とか言ってるけど結局は惚れた人がタイプって、うん、確かにそれはそうかも。結局好きになった人がタイプって感じかもね。なんか別に今までいいなって思った人が全員同じ系統かって言われたら全然そうではないし、そう、身長とかも全然全員175以上とかではなかったからあれですね。だから別になんかじゃないと無理とかじゃないです。理想がそういう人ってだけで、そう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 、別にそういう人じゃないと好きにならないとかそういう話ではない。頭頂部を伸ばすのおもろくない？でかくて笑っちゃうくらい重たいと思えるよね。涙とかって涙とか言って、父方ごめんなさいがとか。あ、そうなんだ。そうだよ、理想はあくまでも理想、ほんとそう。小さい女性がいいなと思っててもそううまく、そう、大体ね、ちっちゃい女の人ってモテるんですよ。マジ羨ましい、低身長女子ってほんと可愛いよね。女から見ても可愛いもん。本当に羨ましい。でもそういう人からしたら高身長いいなって思ってたりとかもするもんだからね。ないものねだりですよね。元カノ 175？ すごいスタイルいいね。だからさ、そこまで行くとさ、そこまで行くともうガチモデル体型だからね。すごい。そう、なんかさ、そう、中途半端にでかいのが嫌なんだよね、私。ちっちゃくもないみたいな。ちっちゃくもすごいスタイル良くもないみたいなさ。チームGよしさん、こんばんは。たらきちさん、こんばんは。ポボロリポップ、ありがとうございます。165くらいの女の子としか付き合うとこの口振り足がちょうどいいぞじゃないのよ。たらきちさん、ロリポップ、ありがとうございます。ヒール履いた女子と同じ目線も描いてよかった。あー、いやー気になる。なんかあの女でかとか思われるの嫌なんだよね、周りの人に。いや、もう思ってないかもしんないけどさ、自分は思うの。自分は身長気にしちゃうから、あのたまにほら、まあブーツとかの関係でさ、女の人の方が大きくなっちゃってるカップルとかいるじゃん。で、うわ、あれマジ嫌だって思うんだよね。別にその人たちが良ければ全然いいんだけど、私は嫌だから気にしちゃうの。そうだから、あ、自分がそうなってたら周りからそう見える可能性あるよねって思って余計気になるみたいな。ガタジエさん、こんばんは。クッキー、ありがとうございます。小さい女性だとよほど華奢じゃないとシルエットよく見えないのだ。まあ確かに、確かにな。ちょっとくらい太ってもごまかせるもん、身長あれば。まあでもそれはね、そうかも。まあ身長では今やそんなにでかと思われない。まあ確かにそこまででかいわけでもないけどね。そう、でもちっちゃくはないからさ。まあ見るだけは俺もしんか。そう、めちゃくちゃ気ぃ使う。でも高いやん身長、別に。そう、全然身長高いじゃん。スニーク、うん、そうだね。だからなんかその170センチ前半くらいの人とかだったら、もうヒール高くなってるやつはもう履かないわ。なんかあのペタンコのバレーシューズとか、まあスニーカーとか、そんな感じかな。そうそう、ちょっとね、やっぱ別に相手が良くてもこっちがちょっと気になっちゃうかなみたいな。友達170センチあって旦那さんがさらに背が高くて、二人並ぶとどっちもスタイル良すぎてみたい。うわー、それも素敵だね。それも素敵。いや、いいなー。でもね、都会って本当に高身長の男性多いなと思う。なんかこっちのさ、友達とかはあんまりいない。あ、でもな、仲いい友達とかはみんな背高いけど、
なんだろうね、なんかでも都会の男性って背高って思う。180とかくらいありそうな人がいっぱいいる。まあ人口が多いからそう感じるだけかもしれないけどね、普通に。あー、ジャスト写真撮るときに後ろに下がるの小顔効果ね。お父さん183センチ、お母さん148センチ。お母さん可愛いね。たわい170これ。まあでも遺伝するって言わん、あの身長って。高い人ですか、なんかぐしゃぐしゃ。そんなことはない。たま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 。あー、女性と並んで写真撮るとき無意識に膝を曲げてしまうので下半身は映さないと。あね、ちょっと待って、そのしゃがむしゃがまないでおもろい話させて。ちょっとグフさん、ロリポップありがとうございます。前の両親どっちも160なくて5つや8つや。そうなの。すごいね。でも身長高いもんね。遺伝とかじゃないのか。グフさん、ロリポップたくさんありがとうございます。めっちゃいっぱいありがとう。ちょっとまあ私161センチ、まあ1か2センチくらい、まあ、161センチとして、まあ女子の中では結構高い方なんです。で私は仲いい子が結構ちっちゃい子が多くて、まあ、150センチ前半とかねの子が多いんですけど、友達、あの私がよく遊んでるいとこが153くらいしかなくて、まあちっちゃいんですよ。でそれに加えて私がね遊ぶ時にヒールとか履いてたら、まあ本当もカップルかぐらいな身長差になるので、ある時一緒にプリクラ撮ろうって、この話ね聞いたことある人いると思う。ある時遊んでる時に一緒にプリクラを撮ろうってなって、まあプリクラ撮るじゃん。で私基本あのちょっとこうしゃがまないとあの枠から出んのね枠に収まんないの、頭が切れちゃうね。でさこうやってこうしゃがむじゃん、ちょっとこうかがんだ感じになるじゃん。でさ、まあそれを見てさいとこもさかがんでくれちゃってんのよ。いや、あんたがかがんだら私もっとかがまなきゃいけないから、二人でこうなってるからみたいな。いいんだよ、いや、あなたはちっちゃいからいいのいいの、そのままそのままとか言って、あの、本当に、おもろい。でもさ、なんか別に最初はそれで撮ってたんだけど、でもおかしいことになってんのよ、高さが。それに気づいた時にさ、いやいや、あんたいいから普通で。私がでかいからしゃがんでんのにちっちゃい方までしゃがんだらもうどんどんこうなるからみたいなって言ったらもう二人とも笑い止まんなくて、なんとかプリクラ撮ったっていうね話今思い出した小さい方はねしゃがまなくていいんですよ。そう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 、そう、まあ、マウはだからその普通にね身長もある上にあのブーツとかも履いてたから多分余計にねこう頭が出ちゃってるみたいな感じだったんだけど、しゃがんでるとかね、かがんでる私を見てあのちっちゃいとこもかがんでくれちゃっていいいいいい上がってくれるかなとか言ってそう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 、つられちゃったんだろうね多分ね。そうこちらはさ差を埋めたいのに全然埋まらないでこうそうそう、びっくりしちゃった。面白かった。本当なんかね天然なんだよね、いとこ天然さん。そんなところが可愛いんですけどね。新潟と東京の17歳男子の平均身長は 170.8 センチと 170.9 センチってほとんどか。あ、そうなんだ。今のさ子ってちっちゃいよね。なんかさ全体的にさ作りがちっちゃくなってない？女の子とかなんかみんなさあの小さいし華奢だし骨が細い子がマジで多いなと思う今って。羨ましい。こちらはさ骨までしっかりとさ屈強な感じで生まれてきちゃってるから、なんか本当に大変なことだし、ガタイもいいしね、華奢だねとか言われたことないから。
釣られてしまうの分かる。私もなんか あるあるなの、もしかしてあるあるなのか。新潟県は女性の身長が平均より高い、なんかあの高めって言われてるよね。聞いたことある。いとこさんの人の良さ伝わった。え、そうなの。そう、めちゃくちゃいい人なのそうそう、身長伸びたまたないとかどうなんだろうね、うん、なんかでも私のね2個下ぐらいからなんか体格変わったなーって思ってた。2年下でもそう思ってたから、今の子なんてきっともっと華奢だと思う。ミミーさん、ロリポップありがとうございます。すごいよね。ねえやばい、新エーターあと6人、今日のノルマやばいんだけど。でもさ、もうさ、新エーターになる人もいなくなってきたの、もしかしてねえ悲しいよ。9の人が6人くらいいたらいいんだけど。1,2,3,4,5 いる、全然いる、めっちゃいるやん。え、めっちゃいますやん。え、めちゃめちゃいますやん。え、大丈夫だね、いけるいける、余裕だね。まーちゃん世代の子とかその人とか足長いなと。私足短いんですけど。みんな優しい。みみーさん、ポポロリポップありがとうございます。あー、外で遊ばなくなった。なるほどね、確かにそれはあるかもしれない。あ、リコちゃんおやすみありがとう。女性の平均身長は新潟県だ、新潟県は全国でもトップクラス。ああ、なるほどね。女子は背が高くなってスタイルも良くなってきてるように思うが、やっぱ骨ね、骨が細いの本当に羨ましい。どうにもこうにもなんないから。もうアルマジラさん、クッキーありがとうございます。トコトコさん、ポボロリポップありがとうございます。ビンシラさん、レインボースターありがとうございます。博士太郎さん、クッキーありがとうございます。おけいさん、万象さん、カズオくん、こんばんは。まおちゃんで足短くなって、違う、足ないとかじゃないのよ、あの身長の割にって感じ。なんか腰の位置がそんな高くないから、あのなんとか服で腰の位置を上げてるって感じかな。カズオくん、ロリポップありがとうございます。みんな優しいね、本当に毎度思うけど。今日はいつもだけに行ってたの？行ってないよ。今日は長岡に買い物に行きました。なんかおばあちゃんの分のビスを買いに行ってきた。あ、そうそう、ハイウエストにしてる。そう。骨が細いと年いって書いて。まあね。でもさ、若い時にさ、こう輝きたいわけですよ。こちらは。昨日のあれね、出雲崎なのか、なんかね、天領の里の近くだった。あ、インスタじゃないや、ツイッター X にあげたやつ、あれ天領の里だった。なんか柏崎とか行っちゃった。まあ柏崎方面だったんだけど、えっ、嘘か、ファンキーファンキーだよねえおもろ。博士太郎さん、クッキーじゃないよこれ、ハートありがとうございます。あの角とか腰の位置高いよ。角マジ足長いよね。カズオくん、ありがとうございます。やばい、あ、出雲崎か、あ、ごめんね、出雲崎ね、すいません。結局まあまあ若いから足が短くても小指が関係ないとこまで、イエーイ、ありがとう。あ、こそかわざとじゃないの、分かってるよ、いじってごめんねあ、宝徳さん稲荷いいね。宝徳、あの山の上だっけ。ひろしんさん、拍手ありがとうございます。そうで、あの後に柏崎に行ったのよ。そう、あの天領の里のあたりから夕日を見た後に
柏崎に行ったんてなさ、昨日ね、本当はあの場所から見る予定じゃなかったの。なんかママが好きなスポットがあって、ママね昔から車乗るのとか好きだったからさ、よくドライブとか行ってたのよ、普通に独身の時とかから。でママがずっとこうおすすめしてる夕日スポットがあって、まあ夕日だけじゃないんだけど、なんか昔はあの全部つながってたんだけど、なんか地震かなんかであの途中で行き止まりになっちゃって、こう抜けてこれなくなったところがあって、山の上にその天竜の里よりもちょっと柏崎寄りのところにあのそういうところがあって、まあでもそこから見るその夕日がめちゃくちゃ綺麗なので、本当はそこまで行きたかったんだけど、そこに向かうまでの道にすっごい遅いなんかトラックみたいなのがいて、でかいトラックじゃないんだよ、なんかちっちゃめのトラックみたいなのがいて、おいと思って夕日が沈みますとか言いながら、マウもでもさガチ遅いの、もう30キロとか、いや止まるんですけどみたいな。でさあのもうさ線とかもさオレンジとかだからさ誰も越せないので、その人が一番前にいて、でその車を0台目とするとうちの前に 3,4 台はいたのね。でうちの車の後ろにも何台かいるの。もうおいおい渋滞してるからと思って、で結局間に合わずに天領の里で、もうしょうがないって言って変なところであれするよりまあもういいやって言って、とりあえず天領の里のあたりに行ったんだけど、なんかその道路で走ってて、その天領の里に着く手前にさ、なんかあのちょっと工事中みたいなところがあって、そしたらほらね、片側ちょっとの範囲が片側の車線潰れてるから、順番にさ通るじゃん。でそれでさ、まあ、そのね遅い車がさ先頭だからさ、あのこうなんていうの、うちらのが走ってた車線が工事中だったから、こうちょっと右にさ避けて抜けていかないといけなかったんだけど、私曲がったと思って、なんでか分かんないけどどっか行ったとか言って、でもさ海沿いだからさ右に曲がったら海なんよだからいやどっか行ってないからとか言ってママに、いや海そっち海だからとか言われて、そうあ行ってなかったとか言って、ちょ落ち着いてって言われたんだけど、まあ、結局夕日は見られずってか、まあ、見たんだけど、まあ、ちょっとあの希望のスポットから見られず、ちょっとね残念だったっていうエピソード。今日 NGT の生配信で、あ生配信じゃねえやNGT の配信でみゆみゆがミニスカート履いてたんだけど、ほぼ、いやそりゃそうだよね、ほぼ足、え柏崎メガドンがあるから横浜からバイク、すごっ。スネさんこんばんは、ロリポップありがとうございます。中学の遠足、へー、湧き水飲みなっててみんなで食中、やばー、切なすぎ。ひろしんさんロリポップありがとうございます。スエンさんポポロリポップありがとうございます。上杉さんこんばんはそのか喜びガチで、あやばいどっか行ったとか言ったら、いやそっち海だからとか言われて、ママにあ海か本当にね、もうなんかさ、まあ新潟なんて天気いい時がまず少ないし、ただ晴れてるだけじゃなくて、あのほんと雲一つないみたいな晴れ方してないとやっぱ綺麗に見えないのよ。だから今日も晴れてたけど今日は雲が多かったから、あもし今日行ってたら昨日みたいに綺麗には見えなかったよねって話をしてて、そうだから昨日はほんと久しぶりにもう超綺麗に晴れて雲もほとんどなくて、もうね沈みゆく夕日をねしっかりと見に行くことができたのに、そのトラックのせいでねもうダメだった。今日めちゃくちゃ良かったのにねってママも言ってたけどおもろいね。
あ、交流神社だっけ、なんかママはこの間言ってたな。案外雪があってびっくり。あー確かに例年に比べたらないけどね。上杉さんポポロリポップありがとうございます。鍵がいっぱい付けられてる展望台って あれじゃない恋人岬、なんかあのハートみたいなやつ。花さんこんばんは、ロリポップとクッキーありがとうございます。海に落ちたらそれぞれ、ほんとそれ怖すぎるよね。そんなさ止まりそうな速度で走ってて突然海に飛び込んでったらめっちゃ怖いよね。あー花さんロリポップたくさんありがとうございます。いやーまあそうなんかね、すごい高い位置から見えてすごい良いのよ。そうまあ次回またねリベンジしたいなって感じ。スエンさんハートありがとうございます。バラもありがとうございます。そう冬の新潟でってねなかなかないからさ、でもまあラッキーだったね見られて。上杉さんハートありがとうございます。ナースーさんこんばんは。本当に嫌でした。次回は誘ってね。天気もあれだからよしってなんないと無理なんだけど。あでもなんかさすがにあのちょっとこう避けられるところになったら避けてたけど、いや遅い。もっと早く避けんかいと思って。そう。あ慎太郎さん乗ってた後ろに。え慎太郎さん本当は昨日後ろ乗ってた。いやもう海でもどこでもいいから避けてくれと思って。本当に落ちろとまでは思わなかったけど、そうえそうそうだからさ、いや後ろ見てみたいな、めっちゃつながってるとか言って、でもこういうのが渋滞の元だよねとか言いながら、もう私ブチギレ。タオルリボンの高弘さんロリポップありがとうございます。わかる、じわじわ来るよね。おもろかった、まあ楽しかったからいいですけど全然。そうすごいね楽しかったです。めっちゃ綺麗だった夕日。でパイの写真出てきちゃった。ちょっと待って夕日のさ写真をさ見せたい。はい、こんな感じ、めっちゃ綺麗。なんかやっぱカメラ、携帯のカメラじゃさこんなレベルでしか映らないっていうのがちょっと残念だけど、そうとかもうこれとかほんともう沈む直前、ヨフさんハートありがとうございます。追い越しできるところに行って追い越すと曲がっていく。わかるわかる。そうめっちゃいいよねこの海とのね、あのあれがめっちゃ綺麗。えそう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 楽しかった。でもすごくそうなの、東京じゃ見れない本当に。そうだから昨日ママともその話して、みやさんこんばんは。そうこれママがさ、いやでもやっぱこれは東京じゃ見れないよねっていう話して、でママがね新潟にもいいとこあるでしょ、こんなんだけこういうのだけ。うんたまにでいいねって言って、渋滞の先頭の人はバックミラー見ないで今日は空いてるなくらいに思ったって。うわーもうそうだよね、そうなんだよ本当に面白いな。はあおかしい本当。はい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 、あいいですねいいですね。
レベル9の人結構いるんだね、意外と。うん、確かに海の近くに住むと何でも錆びるの。まあそうだよね、潮風がね。マンポンさんこんばんは、めぐみのさんこんばんは。そうでもさ、日の出よりあの日の入りのあの沈む夕日の方がいいよねって言ってたけど、でも日の出もいいけどね。ちょっと前パッチングしたりクラクション鳴らしたけど今はやかめ。え、そうだよ、そういう車に限ってさ、ドライブレコーダーついてますみたいなステッカーとかっていうかね、あんな本当についてんのか知らんけどさ。そう、まあでも良かったです、今回この帰省の期間に見れて良かった、楽しかった。海沿いのお家だと家電も持たないとか。そうなんだ。タオルリモの高弘さんハートありがとうございます。うん、盆地でだから山に落ちる太陽の方が好き。なるほどね、うんうんうん、そうすごいね、楽しかった。やっぱドライブいいね、晴れた日のドライブって最高。本当に新潟の人は気がついてないけど米が日本一うまいの。まあ確かに米はうまいね、うん、米もうまいし魚もうまいし最高ですよ本当に。あ嬉しいね、新潟のお寿司美味しかったって。美味しい、あ美味しいじゃないや、嬉しい美味しいですって私だった今嬉しいね、最高。明日新潟までドライブ、あそうなの、私と逆走だ。じゃあ私は明日関東に帰りますので、明日からガチリベ始まるんですけど、明日のガチリベはもう全部アパートからお送りする予定ですので、イエーって感じ。お寿司食べてないわ今回は。おばあちゃん家でちらし寿司を食べたくらい。まるもっちゃんこんばんは。45分くらいに終わろうかな、ちょっと今日は親衛隊10人ノルマ達成ならずって感じな気がするけど、まあいいよね、そういう時もある。ちょっとガチイベ期間で増やせたらなと思ってます。イエイ、頑張るぞ頑張るぞぞぞ。そう明日なの意外と。そうそう、あの今回のイベントはね月曜始まりじゃないから、そう明日から始まっちゃうんですけど、とりあえず楽しんでいこうと思います。そうドリーマーさんロリポップありがとうございます。楽しみね。なんか一日店長のガチイベって久しぶりなのでちょっとドキドキワクワクしておりますが、まあみんなファンの人に会いたい気持ちは一緒ですよねと思いつつも本気出して頑張ろうと思います。であのイベント期間中にね、焼き芋食べたいなと思ってますので、またその際は食レポしますね。楽しみでございます。おいおいおい、いいねいいね。リンゴ飴から1年ほどで夜勤の店長かというか1年、いや本当にねそうなのよ、なんか1年前って感じしないよね。もし店長会社やったら、いや3月初旬なの、3月中じゃない多分多分多分。でもそれにしてもペース早いよね、あの決まってから開催までが早いなと思う。いや雨は降ってほしくないね、頑張ります、晴れさせられるように、というかとりあえず1位取れるように頑張らないとね。頑張るぞ頑張るぞ。んポテトさん初見さんこんばんは
ありがとうございます。ロリポップありがとうございます。石川さんポポロリポップありがとうございます。去年の今頃初めてマウナ。おー、どうですか、変わった？私変わんない？イメージ変わった？見た目変わった？どうですか？24日って親衛隊飲み会して25日みんな遅刻何しゃねーだよ、もう激横だよ、そんな何しゃねー言うて、親衛隊って何？え、親衛隊ってなんか自分のアバターをさのところを押してもらうとなんか多分数字が出てくるんです。でそれが10になると親衛隊っていうのに加算されるんですよ。でなんか投げてるギフトとかだったり、あと視聴時間とかだったりがいろいろ関係してるんですけど、そのレベルが上がっていくのって、だからその課金とかしなくてもデイリーミッションとかでもらった小ゴールドでアイテムとかを投げたりすると、そう、親衛隊に近づけるみたいな。でその数字が10になったら親衛隊、そうだから強制的に親衛隊になっちゃうみたいな感じ。そう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 。ただ課金してそれを投げたりとかすると比較的こうボーンとレベルが上がったりするので、とにかく早く親衛隊になりたいみたいな人は課金した方が早いし、じゃなくて別にその月になれればいいかなっていう人は別にその何回か見に来ていただいてたりとか、あとそのデイリーミッションとかで小ゴールドをこう集めてもらったりとかするとなりやすいかなって感じですね。ロヤさんこんばんは、ポポロリポップとロリポップありがとうございます。なるほど、教えてくれてありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。毎日配信始まってからイメージ少し変わった。あ、本当、人としておく深い本当に、嬉しい。もやしんさんこんばんは、ロリポップありがとうございます。この1年で距離近くなったなと勝手に思って、あ、でもさ、わかる、それなんかやっぱり前よりもさ格段に会える機会が増えたから、なんか今まで会ったことある人も会ったことなかった人もなんかなんだろうな、お顔とこの配信で使ってる名前が一致する方が増えたし、私としてもだし、やっぱね、それこそ毎日配信をさ始めているから、なんかみんなとの距離感が近くなったって私も思う。3月の24、いいんじゃない、入れないよ私もわかんない、でもそうだから1位に なれなかったらできないからねそうそう。え、ポメにさつまいも食べさせたらまさかのハマり、いいね。ワンちゃんってさつまいも、なんかさ、ワンちゃんと私飼ったことないからさ何を食べられるかとかわかんないんだけど、でも食物繊維とかだから良さそうだね。ポジティブ、そうだね、前向きになった。そうそう、お手紙とかプレゼントとかも受け取れる住所をさ借りれてるし今は。そうそうそうね、またぜひ新潟でもイベントやりたい。そう、前回新潟でイベントやらせてもらったから、今回はちょっと関東にしようってなったので、今回は渋谷でのイベントになるんですけど、そう、またぜひ新潟でもやりたいし、まあ新潟と関東に限らずちょっと違うところにも行ってみたいなって思ってるのねそう、まあ難しいかもしれないんだけど、そうそうそう、新潟の方が参加者多かった、まあキャパがちょっと狭かったっていうのもあるし、まあ時はあやちゃんの誕生日があったからっていうのもあったんだけど、まあ増え方が緩やかではあるかなって感じかな。そうそうそう、まあでもまだ全然日はあるのでね、
FTO さん、ポボロリポップありがとうございます。親衛隊さんとの距離も近くなった気がして友達ですか。確かに。そう、でもなんかみんながさ喋ってる様子とかをこうステージとかからこうちょっとチラチラ見てんのも楽しいんだよね。あ、なんかみんな喋ってるよ。こっちは未だ生で会うと中二状態の思春期か言うて。いいじゃんいいじゃん。じゃあ今回、いや早いのよ、早すぎんのよ私の生誕祭。すごい前のめりだね。リアルタイムで双方向コミュニケーションが取れるので一気に距離縮む。確かにそうだね。うんうんうん、そうね。確かにあのさ、なんか例えばインスタのストーリーに対するあのメッセージとか、あとまあツイッターのリップとかさはさ、私見れてるし、いいねとか押したりとかしてるけど、インスタのコメントとかね。そうだけど、あのやっぱさ、会話っていうかやり取りができるっての結構大きいなと思ってて、そういう意味ではやっぱ配信ってめちゃくちゃいいよね。すごいいいなと思う。今回も後ろの端から撮影会の件なんならワンマーと話す時間より参加者と話す時間、まあ そうだよね、そうなっちゃうよね。本当に親衛隊飲み会かっこ取り引き。え、もうさ、え、ちょっと誰かインスタライブとかしないよ、その様子見に行くから。ちょっとアカウントさ、なんか誰か作ってさ、ちょっとあのワンマー親衛隊アカウントみたいなの作ってさ、そのアカウントでインスタライブしてよ、それを見るから。おもろすぎる。みんな顔出し当たり前。名前認知してもらったのあれ。そうそう、あの会いに来てもらえたらさ、やっぱりあの、あ、配信の何々さんだってなるから私も嬉しい。やっぱほら野菜とかもさ、生産者の顔見えた方が安心じゃん。なんか私もさ、あのほらやっぱね、みんなのお顔が見えた方が嬉しいのよ。そうだからなるべく会いたいけど、でも全員にさ毎回会うって難しいじゃん。やっぱみんなの予定もあるし都合もあるしね。マッツンさんこんばんは。クッキーありがとうございます。いや、もう親衛隊飲み会マウがいなくてママ参加してんの結構おもろいけど。あ、ね、ちょ、事務所に確認しといて。うん、顔出し OK かちょっとみんな各方面に確認しておいて。あー、おかしい。びっくり。実際他の界隈でオタ飲み会とか普通にやってるのかしら。え、でもさ、あの握手会とかあった時代は、あの握手会の帰りにとか行ってる人たちはいたよ。だけど今ってどうなのかわかんない。まあまあ都合つかなかった。パパ行きそう。でもさ飲めないからソフトドリンクでよろしくお願いします。マッツンさんロリポップありがとうございます。あー、おかしい。そうだよね、昔そうだよね。何、なんか今なんか上に出てたよね、なんとかがもうすぐ何これ、ハッピーチョコポップブーストランキングもうすぐ終了って何これ。あー、生誕いいね。はいはいはい。何これ、何で終わるの。何が終わるの、何これ。名前の由来納得。うん、あーってなったし、めっちゃ覚えやすかった。公演終わりに5人くらいで飲みに行った人たち。あー、なるほどね。そういうのもでも楽しいよね。けどだって共通のさ趣味なわけじゃん。もう好きなものが一緒でそこに集まってる人たちだから話し合わないってことないじゃん、きっと。まずパパと野球の話してみた。あー、パパもきっと嬉しいと思うな、そういうのは。和夫さん、クッキーありがとうございます。この前のイベント終わってからタレカス食べに行った。えー、いいなー。いや、そういうの楽しそう、めっちゃ。あ、卒業近いメンバーのファンの方は頻繁に集まって。あ、なるほどね。そっかそっか。うん、いや、いいな、楽しそう、そういうの普通に。
次誰押すか会議じゃないでしょ。全然45分過ぎてんだけど、おもろくない？私この手の宣言全然守れたことないんだけど。うん、何分までやりますねとか言って過ぎたことしかない。卒業するとおととしもやなくなる。ああそうだよね、そうだよね。まあ残る人もいればさ、もうそのまま離れる人もいるじゃんかね。おい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 、自衛隊飲み会イベントワンワンの次だね。私もう卒業とかないのにもう次行こうとしてんの。ねえ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 、別に私卒業とかもうないんだけど。終わり、いやわかる、終わりかけでさ、なんかさ話題がね、こうなんか花咲いちゃってる系な。イベントでめちゃくちゃ久しぶりになって感動した。いや私も感動したよ。悪いけど私もめっちゃ感動してるからね。久しぶりになった人とかうわーとかなるもん。タルチンさん、ポポロリポップありがとうございます。そうでもなんかあの昔握手会に来てくれてた方とか、あの昔私のところに会いに来てくれてた方に久しぶりに会うのも感動するし、あのイベントで初めて会いましたみたいな方が、あの次のイベントとかも来てくれる時とかもめっちゃ感動すんの。なんかあまた来てくれてるとか思ったらめっちゃ嬉しい。とりあえずそうちゃんのスカウトさんが来れたら勝ちのみか。忙しいから本当。次誰押すって来たら推し編禁止は絶対、いや私別に推し編はいいんよ。あの推し編推し増しはいいですけど、あの見なくなんのやめてって感じ。そう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 、あの興味なくなるのが一番悲しいから、私別にみんなの1番じゃなくていいの、全然2番でも3番でもそれ以下でもいいんだけど、あの興味なくなるのが一番悲しいかなって。ドリーマーさん、ロリポップありがとうございます。私結構昔からそういうスタンスなんだよね。全然いいです、2推しでも3推しでもいいです、いいです。かゆっ。びっくりした、ね、本当にごめんね、本当にごめん、マジごめんなさい。あの昔今さ善悪がさ、もうこっから見たらさ、もうすごい、ちょっと本当ごめんね、全裸に見えて。昔は全裸の時に見えてどういうと思ったら善悪だった。いやそうだよね、確かに善悪の時なんて、だってまだ在籍中ってことでしょ。在籍してたのがもうめっちゃ前だからね。この前リッターの舞台見に行ったら昔からのオタクが何人かいて感動。いやーそれはさー素晴らしいよね、感動するわそれ。あの旗から見てもというか第三者から見ても感動する。3が好きだが3番、そのトップ3に入ってたらもう最高。びっくりした、ごめんなさいね、ほんと失礼ですわ私。大学卒業しても配信する感じ、あのねしたいんだよね。そうっていうのも、あのちょっといろいろね3月に入ったら話せたらいいなーっていう感じなんです。そうだからちょっと楽しみにしてて、もうそしたらもうね、その時その私のさ、あの大学卒業しましたってなって、今までの4年間の全てをお話ししますみたいな回を作るんです、私作ろうと思ってて、その時はガチでもあの2時間特番ぐらいな意気込みでいますので、あのもう超大々的にやります本当に。コキンさんこんばんは。全体だと捕まるね。そうですよ本当に。やばいやばい、なんかやばいんだけど、なんかすごい全乱とか言っちゃってたら初訪問の方めっちゃ来た、やばい。危ない。えあれかな、飛ばされてきたのかな。こんばんは。
これが噂の？多分同じ界隈の方かな。小山さんロリポップありがとうございます。やめてやめて、2時間いやわかんない、終わんないかも、2時間で終わんないかも。おけいさんロリポップありがとうございます。ポポロリポップもありがとうございます。12時頃は飛ばされまくりタイム。ワイマツさんポポロリポップありがとうございます。すごい、あこういう感じなのね。すごいね。でもみんなあのルームの名前かな、配信者さんのお名前がユーザーネームみたいなのに入ってる。赤池さんこんばんは。ポポロリポップとロリポップありがとうございます。皆様ありがとうございます。フォーティートグループレイジで強制中、確かにそうだね。すごいロリポップだらけ、壇上が。もう12時までやるか。もう12時までやろう。うん、やりましょう。もうあと2分だし。いいね、最高ですね。みやぱんさんロリポップありがとうございます。今日久しぶりにマーサー見たら髪色軽くなった。あのね、明るくしたんだけどあんまり明るさが伝わらず、そうちょっとなんだっけ、もうちょっと色落ちしたらもうちょい明るくなるかなって感じ。一応ねオリーブを入れたんですけどあんま分かんないのよ。みやぱんさんクッキーありがとうございます。ロリポップもいっぱいありがとうございます。確かにバレンタイン終わるね。今年のバレンタインも特に何もなく終わりました。まあ無事に終わってよかったということで、みんなありがとう。あー12時だー、さよならバレンタイン。あ徐々にね抜けてきたよ、あの髪色。これだと分かりにくいけど電気消してみる。あ全然伝わらない、全然伝わらない。どう？わかる？ひろひろしさんクッキーありがとうございます。グレーというよりクリールっぽく、確かにそう茶色くなってきた、明るくなってきた。元幸さんクッキーありがとうございます。あーヘモチスターさん親衛隊135人目ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで明日から、先ほどもね申し上げました通り、明日から一日店長をかけたガチイベが始まります。あウルグスさんこんばんは。ポポロリポップありがとうございます。ケイちゃんロリポップありがとうございます。はい、あのねちょっと久しぶりの一日店長イベでドキドキしておりますが、まあ楽しくあのイベント期間をね過ごせたらいいなと思っております。けいちゃんポポロリポップありがとうございます。はい、ということで皆さんね、あの年度末に向かっていて忙しいと思いますが、皆さん本当にね楽しみながら頑張っていきましょう。お力貸していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、そう明日ね本当に私帰るんで、本当に私帰るんでって何どういうことって感じだけど、帰りますので、まあちょっと気をつけてねとりあえず帰りたいと思います。はい、明日は15日ですので親衛隊150人目指して
頑張りたいと思います。親衛隊増加も頑張る、ガチベも1位を目指して頑張るとね、楽しみつついきたいと思います。皆さん本日も本当にありがとうございました。遅い時間までお付き合いいただきましてありがとうございます。じゃあゆっくり寝てね。おやすみ、ありがとう、またね。あ、タイムテーブルは明日の朝に出そうと思います。はい、でも開始が6時からなので一番最初は18時6時からになります。よろしくお願いします。バイバーイ。博士太郎さん、ハートありがとうございます。あ、いずちゃさんこんばんは、ごめんね終わっちゃう、また明日。